インドのアマゾンとかのネット通販で物を買って使ってみるシリーズ、今回はアマゾン、で今日はピンクソルト、ヒマラヤピンクソルトです。プラスチックですね。さあシールが貼られてますから、でバスソルトじゃないです、食用ソルトですよ。しょっぱい、しょっぱい、来るよりずっとしょっぱい。普通のシールよりめちゃくちゃしょっぱいのかな。僕はパスタ茹で汁に気分で使ったり、サラダにちょっとしょっぱいな気分でやったり。あ、値段ね、インドのアマゾンで 500g 105ルピーです、だから150-560g。塩がね、普通の精製したいわゆる食塩は1キロで25ルピーとか、だから8倍、インドの食塩に比べると8倍、まあ、日本でも当然、岩塩の方が普通食塩より高いんでしょうから、そこの差はないですが、写真と現物だとこのくらい色が違うかなと。どうですかね。でもまあこれ気分で、気分、まあ、まあまあ博多の塩が美味しいっていうように、食塩に比べるとやっぱちょっと味わいとかっていうのはありますけどね、というそれだけです。インドでスマホを買ってしまうと、これだけもインドで買うしかない。インドはダメだね。アマゾンでアラビアータを買ってみたんですが、やっぱり欠けてる。ほら、ここ美味しいですね。バラ飯の川沿いで、しかもパスだけちゃんとマサね、果物をマサ、サラダマサ、フジドラマの中で楽しみ。玉ねぎとも飲み合うんですけど、マッシュルーム、トマト、レモン、マサ、ニンニク、いくつだ。ダイソー、ダイソーグラム、ダイソーグラム、ダイソーグラム、いい目のニンニクがあったんで、これはね、最近買えるな、なんていうんですか、something from nothing. Life